さんはとても可愛い。はあ、いや旦那様、私はサメ映画に親子愛とか分かりやすさとか求めてなとか思うくらいがちょうどいいのよ。わかる？なるほど。名前も知らぬまま別れたのが2年前。それから突然再会し、このところで旦那様は、旦那様はこの退屈そうな可愛い新妻ちゃんに構っている暇はないと。じゃあまだお昼だし、映画館で大丈夫だよ。すぐに終わらせるから。わかった。じゃあ早く終わるように私。映画でもあった？え？すごく嬉しそうだから。え？はあ。せっかくだから。これはプレミアラグジュアリーシー。旦那様、この映画でそれは危険よ。え？だってこの昔映画館に男女で来たら、手を握ったりこっそりチューしたり、こうやって熱心に映画を見るお嫁さんもとっても可愛いけど、あ、驚きの展開にびっくりするお嫁さん、涙が止まらないお嫁さん。そうか、こんなに映画楽しんで。なんで知ってるの？仕事に来た司さんが言ってたっす。楽しかったって。しか結婚式。え？あー、そうだね。で見たいでしょ。え？可愛いお嫁さんのウェディング。結婚式？うん、今日かなめちゃんが言ってたんだけどね。ふーん、そんなの。ホストを来てもらおうかと。いやいや、だからそれが恥ずか